16世紀のアントワープ取引所アントワープ証券取引所1886年アントワープ証券取引所はベルギーのアントワープにある証券取引所である歴史上初めて小取引を目的に設立されたアントウェルペン証券取引所とも表記される株式や債券が現れる前に設立された建物なので厳密に言えば初めから証券取引所だったわけではない 初代の建物は1531年に完成したが、時世により17世紀には取引所の機能を停止していた。後に建物が再建され、1872年から1997年まで証券取引所として使用された。後に建物は修復され、娯楽施設になりアントワープ見本市と呼ばれるイベントが開催された。アントワープ取引所はロンドン王立取引所など、 ヨーロッパ各地の取引所設立に影響を与えた。15世紀、アントワープはヨーロッパの金融、貿易拠点のブルッヘに代わる貿易拠点となり、10万人以上が居住する大規模な都市に発展した。居住者の中には外国人の定住商人が約1万人いたが、そのほとんどがスペイン人とポルトガル人であった。1531年、それまでの取引所が、 大通りの交差点正面に移転した。新しい建物の中心部はオープンスペースの長方形の広場であり、四方の城壁状の部分に並んだ展示室がその中庭をぐるりと取り囲む様式であった。ここでは商品それ、自体よりもその受領書、さらに、為替手形、預金証書、各種の交際などの証書が取引されていた。 当時のアントワープはカール5世の領地であったが、1531年に完成した初めの建物は後期ブラバントゴシック様式で建築家ドミエンデワーゲマーケレの設計であった。長方形の中庭が星紋様の中列と盲状のアーチに囲まれたものである。天井に当たる部分には八角形の筒型の外角を持った仏塔タワーがそびえており、そこから 港湾の正然を眺めることができた。この取引所は1583年に火災にあった。あとはすぐさま同じ場所に同じ設計で再建された。アントワープはアントワープ攻略戦でフランドルのスペイン軍に敗れたため貿易は捨たれヨーロッパの貿易拠点という輝かしい地位もアムステルダムに譲らざるを得なくなった。したがって 1661年から1810年の間は建物は別の用途に使用されていた。一時的に製図学校であったり、芸術家たちのセール家組合の拠点であったりした。1853年には建築家、チャールズ・マルセリスがロンドンの水晶宮の霊に習い、中庭の上に天外を追加した。1858年、アントワープ証券取引所は再び火災で崩壊した。 そこで、アントワープ市当局がコンペティションを2度にわたって開催し、伝統的なレイアウトを継承した案が採用された。現在のネオゴシック様式の建物は、建築家ジョセフ・シェード設計で1872年に完成したものである。内装仕上げに金属の構造材が使用されるなど、革新的な技術が使われている。 現在の建物は1872年から1997年まではアントワープ証券取引所として活用されたが1997年には合併先のブリュッセル証券取引所に業務が吸収されたため閉鎖されたその後業務はユーロネクストアムステルダムに移動した取引所の閉鎖のため建物は役割を失い打ち捨てられたが2000年代に入って 再利用計画が持ち上がった。レストランやホテルやコンサートホールや回廊が併設されたイベントホールハンデルスブルスとして2019年10月オープンの予定となっていたが2020年の初めにオープンした。ロンドンの王立取引所アムステルダム証券取引所、フランスのリール証券取引所ロンドンのハイドパークの水晶宮アントワープは 長年ヨーロッパの貿易の中心地だったため、この取引所の設計は同様の計画を持つ他の都市にとっては模範となった。ザイアントワープのイギリス王室金融代理人の貿易省トーマス・グレシャムもイギリスでの取引所の設立を指揮するにあたり、このアントワープ取引所を参考とした。中庭の周囲に展示室を配するコンセプトはアントワープ出身の建築家、 ハンス・ヘンドリック・ファン・ペッシェンが設計したロンドン、王立取引所に取り入れられた。1565年の設立当初、ロンドン王立取引所の故障もブルースであった。ただこの名称は、1570年1月23日にエリザベス一世が訪問した際に変更され、英語で王立取引所と呼ばれるようになった。オランダでは、1592年にミデルブルフ取引所、 1595年には、ロッテルダム取引所が設立された。1602年には、オランダ東インド会社によって、アムステルダム証券取引所が設立され、株式や、債券、また初めて有価証券が取引されるようになった。1903年に建築家ヘンドリク、ペトルス・ベルラーヘ設計の建物に建て替えられ、ベルラーヘ証券取引所とも通称された。 また北フランスのリールにある証券取引所のモデルでもある。ありがとうございます。